また偏僻なところに来たもんやな。リンネ、こんな場所に何の用があるんだ？そなたらの目は節穴か？見よ、この白い砂浜と美しき湖。湖畔には豪邸が立ち、バカンスにも最適。これぞ世の女子たちが憧れる常夏の楽園、誰もが羨むリゾートアイランド。って何もないではないか。こんな島を手に入れるのにわらわは100万ゴールドも払ったというのか。100万？ちょっとリンネ、この島を買ったの？わらわがコツコツと貯めた100万ゴールド。美しい小島にある豪華な邸宅を手に入れ、そこで、そう、世界中から集めた大勢の愛くるしい女子たちと共に優美なお茶会を開くのが夢だったのに。こんな何もない貧乏臭い孤島で一体どうしろというのじゃ。騙されたのな。間違いなく騙されたもん。ああ、そうじゃ、わらわは騙されたのじゃ。あのスペルビアの黒毛アホ踊りに有金全部巻き上げられたのじゃ。黒毛アホ踊り、おそらくノポンの商人では。なるほど、犯人の特定はできているのか。ならば話は早いな。そうそう、そいつからお金を取り返せばいいんだよ。ほら、元気を出して。ミア、メレヒ、それにカグツチ、このわらわに手を貸してくれるのか。当然だろ。その商人を放置しておけばさらなる被害者を生み出すかもしれん。早急に対処するべきですね。愛する友よ、わらわのことを本気で心配してくれるのはお主らだけじゃ。感謝の証としてお主らには我がハーレムの特等席を用意しよう。いや、遠慮しとく。そうね、私にはもったいないかも。うん、感謝の気持ちだけで十分だ。そうか、釣れないの。まあよい。それよりも憎きはあのアホ踊りよ。ほうけた顔で近づいてきて、わらわの純粋な心をもてあそびおって、必ずや極刑に処す。さあ、わらわの愛する友よ、共にテートアルバマーゲへ向かおうぞ。ああ、その他の野郎と珍獣は荷物持ちじゃ。遅れずについてまいれよ。は？ようやく見つけたぞ、黒毛のアホ踊りども。何者も。純粋なわらわを騙すだけでは飽き足らず、可憐な少女を泣かす下道どもめ。わらわがこの場で鉄槌を下してくれる。なんだもう、あの女、何を騒いでるの？ああ、あの女覚えがあるもん。何もない孤島に100万ゴールドも払った世間知らずも。それは何の冗談だもん。バカなやつも。このわらわを愚弄するとは身の程知らずよ。覚悟はできておるのだろうな。はあ、そんなもの必要ないもん。お前に何ができるも。拳銃。
次に星になりたい輩は前に出よ。まずも落ち着くも。こっちにも理由があるも。話をさせてくれも。お前たちアホ踊りの言葉などわらわには通じぬわ。観念せえ。ちょっと待ってよリンネ。邪魔をするなレックス。貴様も一緒に蹴り飛ばされたいのか。蹴り飛ばしたらお金も戻ってこないんだぞ。なるほど確かにそうじゃな。まずは話を聞いた方がいいよ。鉄槌を下すのはそれからでも遅くはないだろう。まあミヤがそう言うのなら聞いてやらぬこともない。よし、その事情とやらを申してみよう。ただしわらわを測るような真似をすればどうなるか分かっておるじゃろうな。もう逃げられんぞ黒毛のアホ踊り目。観念してわらわの金を返すのじゃ。お前に返す金なんか一銭もないも。騙されるやつが悪いも。おのれゲロが。ちょっと待ってリンネ。天中うまっ。ああ、憎すぎてついつい。止めたのに。お姉ちゃん。はい、これお姉ちゃんのものでしょ。これをわらわに返してくれるのか。お金がないと困るもんね。おお、優しき少女よ、汚れなき天使よ。みな、わらわのためにありがとう、ありがとう。わらわが愚かだった。たとえ一時でも皆を疑った自分の貧しい心が恥ずかしい。そうじゃ、お礼をさせてほしい。皆をお茶会に招待しようではないか。いいの？すごい！え、ここにいる全員を招待するつもりか？そうじゃ、もうこの金は必要ないものじゃ。わらわは金よりも大切なものを見つけたのだからな。わらわはこの汚れなき天使たちに身も心も救われたのじゃ。金の力で愛人を集めお茶会を開こうという考えは間違っておった。本当にわらわのそばにいてほしかったのはこういう清い心を持った女子たちなのじゃ。この子たちとお茶会を開くことでわらわの夢は叶うのじゃ。リンネ、それでいいのか？いいも悪いも、それがわらわの夢には変わりない。新しい方法に気づいただけじゃ。だったら、私も参加させてもらおっかな。私も参加するわ。お招きいただける？よいぞ、もちろんじゃ。私、こんなお菓子初めて食べた。そうか、喜んでくれてわらわもとても嬉しいぞ。
他の皆もお菓子もお茶も十分に用意しておる。存分にお茶会を楽しもうではないか。どうして俺たちは給仕役なんだ。トラは納得いかない。